サレードのバッキングの、解説なんですけど、まあ、これも、リードギターは基本的にはリアピックアップで弾いてて、まあ、バッキングはセンターで、弾く感じなんですけど、まあ、そこはまあ自由に、やってもらって、最初はリードギターと一緒で、Eマイナーを、でその後鬼アルペジオ、ここすごい難しいんだけどみたいな感じっていうのを、まあ、あの BPM210 で弾いてもらうことになるので、まあ、ここすごい大変なんだけど、多少クランチとか歪み気味で弾いてれたら、まあ、あの流れで全然大丈夫だと思うので、したらリードギターがピーンと弾いてバッキングのホイントロ Em から始まって、ここのコードなんだけど、これ3本しか押さえてないんだけど、1弦2弦の開放はずっと鳴らしててください。これ Em のところからそうなんだけど、この1弦2弦を鳴らしっぱにするとなんか響きがふくよかにとてもなるので、ちょっと怪しげというか、鳴らしとくととっても良いかと思います。でそれをこのままホイントロ続けてもらって、で、A メロ入ったら、まあ、前半お休みして、で後半から、リードギターと同じタイミングで、ここだねって弾いてもらって、これを2回繰り返します。で B メロ、ここも 1,2 弦基本鳴らしっぱみたいな感じでと、このコードを流れで弾くんだけど、まあちょっとアルペジオを含めながら、みたいな感じで弾きます。でその後みたいなね、流れで弾くと、まあ、これが B メロと。で、サビ入ったら、イントロで使った3つのコードの、順番が違うだけ。っていうのを一回弾いてもらって、で、4つ目のコードが差し込まれます。で、それが、これです。これも一応1、2弦は鳴らしっぱ。これおしゃれでしょ？これおしゃれでしょ？これを挟むとすごいサビがちょっと気持ちおしゃれになると。2周目はパワーコードね、これを挟んでもらうと、後半もで、最後ここはコードだけど、で最後の3つはパワーコード、これで、まあ、2A に入ると。で 2A は最初弾かずに他の楽器リードギターとかと同じタイミングでって弾いてもらいます。これね、ワンツースリーフォーワンツーで、その後ルートだけオルタネートで弾いてもらうと、ここはブリッジミュートで 2B にコードは一緒なんだけど、アルペジオをもうちょっと深いアルペジオで、でここは下に行かずにそのままEマイナーに行くので、
で、ストロークに戻る。で、その時は下弾く。で、で、そのまま2サビに入ると。で、まあ、2サビは1サビと一緒で、2サビが終わったら、ここね。これは半音を上にずらすだけで。って感じで、まあ、決めが、ちょっと難しいけど、弾いてることは簡単だから、決めをちゃんと覚えて弾いてみてください。で、そのまま。ここね、リードギターがぐちゃぐちゃってやってるところは、バッキングは落ち着いて半音ずつ上がっていきます。こんな感じで上がっていくので、まあそのまま弾いてもらって、フレーズはパワーコードで弾いてもらうという感じです。で、そのまま落ちサビ。2周目も4つ目のコードはおしゃれコードを挟んでもらうと。で、後半、落ちサビの後半、ちょっとめんどくさくなるんだけど、みたいなね。ゆっくりやると、みたいな感じのコードになるので、そのままバーコード。で、そのままラサビになだれ込んでもらうと。まあ、やることはそのまま変わらず最後まで突っ走ってもらって。最後だけ2回繰り返して、で、アウトロ。まあ、そのまま続けてって、最後だけ、最後のフレーズが、まあ、何が起きてるかは作った俺でもよく分かってないんだけど、ここをガッガッて弾いてもらって、最後、ここね、3本。パワーコード。これをやってもらう。これをやると、なんか曲が終わります。そういう感じです。